はい、本日はですね、雪国でですね、このドアがね、開かなくなっちゃうことがあるんですよね。で、今は全然大丈夫なんですけど、この状態になった時、今雪ついてたと思うんですけど、ここですね、これがもう、この雪がここに挟まって、これね、戻りきらなくなっちゃうんですよね。今隙間、ちょっと埋まってないの分かりますかね、これ。これが本当は雪なかったら、ここの隙間がもっとこっち側に押されるんですよね。こっち側にね。なんで、必ずちょっと注意しておきたいのが、ここの隙間にちゃんと雪が挟まってないかどうか、チェックしてください。これで雪が挟まってたら、これが戻らなくて、開かない状況になります。戻りきってないんで。で、必ずちゃんとこれを戻す作業をしてあげてください。これ押し込んでね。今、これで氷がね、ここにあるんですよね。ここに。だからね、ここね、この辺にあるから、それを取ってあげれば、これが元の位置に数センチですね、戻って普通に開くようになります。まあ今でも全然、これでパッて開くんですけど、これがなくなってくるとこんなになっちゃって閉まんなくなるんですよね。なんで、まあ、それ気をつけてください。今回はですね、雪国のドアが開かなくなる問題に関してでした。まあ、雪が積もりすぎるとここまでね、もう、ここの線とかもね、雪まみれになってきてね、これがね、タッチできなくなったりするんですよ。だから、この辺とかも開氷剤とか使って、やるのが一番いいかなと思います。そんな感じの動画でした。